壁材の内点形成壁材は中国などで古くから信仰された駅機を凝らしめ退散させる全身を描いた絵である。奈良国立博物館が所蔵する12世紀頃、制作の絵巻物は日本の国宝に指定されている。このほか、アジャンター石スで5世紀頃制作の第17靴などの異例が知られる。画風から平安時代末期から鎌倉時代初期。 12世紀の制作と考えられている。制作事情については、正確なことは不明であるが、後白河法王の蓮行院の法蔵に保管されていたことが記録されている、六道への一部だったもので、現存する地獄造史、楽器造史、山井造史などと一連の作品であろうと推定されている。なんととの強い関係と、平安時代に宮中でおさむされた、 宮廷歳末恒例の残悔界である仏名界に用いた地獄変五病部との関係も指摘される。この絵巻はかつて実業家で茶人の増田公が所蔵しており、地獄宗師増田家四本と呼ばれていた。同じく、増田家に所蔵されていた聖門地獄造師を地獄造師広本と呼ぶのに対し、地獄宗を四本と称されていたものだが、この絵巻で攻めさいなまれているのは、 人間ではなく、薬病や害悪をもたらす、疫器である。すなわち、この作品は、地獄の情景を描いたものではなく、悪気を退治する全身を描いたものであることから、国宝指定名称は、壁舎となっている。典型性、千段剣立派、神虫、正気、美写門天皇の絵が、それぞれの壁舎神の働きが付されている言葉書きと、共に描かれる。かつては絵巻であったが、 戦後に切断されて、現在は後幅の掛け服装となっている。この絵と東京国立博物館本、地獄像史、福岡市美術館本、感動の大ニズの言葉書きは同質であると見る説がある。ありがとうございます。